Cause I'm about that。皆さんこんにちは、栗原です。今日はね、ある場所に来てある人とトレーニングをします。あのね、すごいよ、だから、はい、もうフィジーク界のトップ選手と今日はね一緒に合同トレーニングします。なんで結構ね、こうビルダー系のトレーニングをやると思うんで、栗原隆の武者修行シリーズ第2弾はここ、ベベベ、いきます。ということで、ついにやってきました。紹介します。もうね、このジム、さっきの入り口のジムと、あの名前と、このジム見れば、もうね、分かってると思うけど、もうフィジーク界の、もうすごい選手、紹介します。金金さんです。はじめまして。アイピンプロの金金です。ついに、来ましたよ、このトレーニングの日が。一回、去年金金さんがやってるあのラジオに、まあ、僕ら夫婦で参加して、でその時に一回じゃあ一緒にトレーニングをしようってなってから、まあいろいろちょっと1年ぐらい経っちゃったんですけど、今日はついに、やるので金金さんが何かやってるトレーニング、僕のトレーニングで、そうです、あの僕がボディビルダーのトレーニング体験するみたいな。いや、そうです、そうです。で次は僕がちょっとそちらに乗り込んで、あ、もうぜひ僕のアスリートのやつを、はいですね、まあ、いろんな動きが入ってくるんで、これも面白いです。そっちも楽しい。今日はだから、ボディービルダーの人たちがやるようなトレーニングを僕も一緒に経験してみたいと思います。それじゃあ始めましょう。今日はちょっと多分高橋さんが得意な分野に入ってしまうと、多分僕僕の参考になることもないと思うので、はい、今日はなんか地味な、はい、金金さん本当にいいですか、はい、金金さん側の方でいきましょう。わかりました。エクステルナルローテーションとか、こういう感じとか、まあ、10回ずつぐらいやれば結構。普段の体の違い見てよ。全然違うし、つきかないよ。いやいやいや、やっぱり面白いな。やっぱりビルダーと、そうですね、アスリートの体、はい、筋肉お互いあるけど、なんていうんですか、その付き方が全然違うから、もうトレーニングをやる 目標が、目的が違うだけで、あ、そうっすよね。やっぱり面白いと思うよ。僕がよくあるのはこう落ちて、こっち伸ばして、でこっち開く、やっぱストレッチとか結構あんまりやられるんですか。ストレッチし前にやりすぎることは控えてるんですけど、ね、まあ、ちょっと温める程度で、なんかストレッチしすぎるとその扱える重量が落ちるという調べたので、らしいですね。ストレッチよりは結構フォームローラーとか使ってコロコロほぐしてあげたりとか、肩の場合は途中で最初はもう思ってるので、ね、はい、あんまり脇を締めずに思いっきり開いてここから拳をそのまま真っすぐ上に下げすぎてもここで休めちゃうので、まあ、拳は目線ぐらいでした。
今日きついぞ。要するにその一番重い重力がなる肩の周りの方がきついので、きつく、もちろん効率よく重い重量を上げるなら飛んできちゃうんですけど、はい、逆にそれを難しくして、それがなんか、なるほど、それが効かせる、それが効かせる、そういうの僕らも上げるね。めちゃくちゃ高橋さんとめちゃくちゃ高重量でクリーンとやったじゃないですか、はい、あれはすごいですよ、まあ、あれ、ああいうのが僕らと多分必要なトレーニングだ。そうですよね。の方が全然楽だわ。ですよね。これがきつい。ああ、なるほど。これまだアップっすよね。まだアップですよ。アップはまあ各セット5、6レベルぐらいで重刺激が入ってきたもんなんで、セットをこれなくするのは今日の課題。じゃあフルレンジじゃなく常に入った状態で。そうですね。今日トレーニングは大概全部そうです。多分きついやつ。ちょっと抜けてポイント作ってガーン上げる方が楽だからね。もしこれがちょうど以外の重量でしたらこれでもう重量ここから入ります。僕は重量から10回今日のトレーニング、このルーティンは、4セット、10です。で、10秒上げますよね、何回。あ、このままで、これがもし程度いい、ギリギリ10上がるか上がらないかなぐらいの重量でしたら、これで、これが4セットです。金銀さん、まだこれじゃあアップ僕はもう次で、次から入る。次から入る。これもじゃあね、次からやろう。ちょっと対抗するな。飯塚さん方式ですよ。あれいいですね。じゃあこれはウォームアップしたらもう3、4回ぐらいでいいです。 OK。 すごいうちにやっぱり高重量にチャレンジしていきたいので、すごっ。もう入ってるな。あとね、カノジムの多分いいところを、はい、鏡に映してめっちゃ漏れるわ。そこにもちょっとこだわる。いや、すごいっすね。そうですね。モチベーション上がった方がそれが楽しい。多分ライトの照明が若干スポット式のライトがいい感じなんだ。ちょっと待って、金木さんが半端じゃない。もう上げ方がきついわ。
レッツゴー。いやでもマジで上げ方がこれでやるときついっすわ。そのきつさがそのいつも何ですか、いい痛みと悪い痛み、関節での痛みが悪いんですけど、こういうきつさは全然気になるのは大歓迎な痛みなので、どんどん普段俺こんな開かないから、もちろんやっぱこういう感じなんだ。で、ガン上げるから。普段でしたらこれ、38とか36やってるんですよね、普通に。割っていきますね。でも、こうやったらやっぱ、全然違う。そのフォームの中での、その重いっていうのがまた数字が変わってくるので。
PK 止めてこっちで5回1 2 3 4、止めてこっちで5回1 2 3 4 5、で今度は4回4 2 3 4、でこっち4回少しずつで4回やったら今度は3回3 4 3 2 1 2 3 2回、そして1回、そしたら10回、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、かなりこれかなりきついです。絶対きついですね。これ大体セット1セットで、まあ、45秒から1分ぐらいかかると思います。それだけずっと刺激が残っているので、かなり5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1で10回、多分動きは重いかもしれないですけど、まずは、ね、あの肩に思いっきり刺激が入ったところでください。最後です1 2 3 4 5、決めて、はい、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4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  1
One, okay. Ten times. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nice. Yeah. 多分今日慣れてきたら髪が来ないと思います。まあどんどんやってきます。じゃあこの種目は。全部重さは固定です。飛びてきます。で気をつけてほしいのが、やっぱり疲れてくるとどうしてもなんか体が寄ったりそうならないので、軸はぶれずに。ちょっとなってる。寄っちゃう。最初はしょうがない。ナイス。1セット目よりいい感じですか。